エブリ・ミツル氏の優雅な生活は山口ひとみの小説。1961年10月から1962年8月。婦人画法に連載。戦中派の昭和人、エブリ・ミツルの生活を通して、昭和30年代の典型サラリーマンの日常を描写する。直木賞受賞作。エブリ・ミツルは東西電気の宣伝部員で典型的な日本のサラリーマン。 大正15年生まれなので、数え年は昭和の元号と一致している、戦中派である。そんなエブリが生きた昭和30年代の日常をコミカルに描いている。連作短編の形をとっており、章立は渋い結婚、面白い満繁と困ってしまうお袋の歌、ステレオがやってきた、いろいろありがとう、東と西、カーテンの売れる街。 これからどうなる昭和の日本人。婦人画報1961年10月号から1962年2月号に連載。1963年2月に文芸春秋から刊行された。1963年には東宝の制作、配給で映画化された。東宝から DVD が発売されている。モノクロ、シネスコ、原作とは大きく変更された。 まず原作はオムニバスでまとまったストーリーを持たなかったので映画として一つの筋にまとめられた。また、主人公の勤める会社が東西電機からサントリーへと変更された。そして、主人公がふとしたきっかけで直木賞を受賞するというように原作より山口瞳本人の分身に近づいている。エブリミツルを演じた小林の見た目も山口本人によく似せている。 映画化が決定した当初、監督は川島雄三に決定していた。川島は、作中、主人公が、社宅から一歩も出ないという構想を持っていたようで、その通りの脚本が出来上がった。キャスティングも決定して、あとは、撮影に入るだけだったが川島が休止したため、急遽、岡本のもとに企画が回ってきた。プロデューサーの藤本雅美は、 社長シリーズなどのサラリーマン映画の延長上にある喜劇映画を意図していたが、それまでアクション映画や大徳メディばかり監督していた岡本は、戦中派のぼやきを全面に押し出した、軽妙なテンポの中に重いテーマを据えた作品に仕上げた。そのため、完成作品を見た藤本は、喜劇映画とは明らかに毛色の違う作風に激怒したという。 作品はそのまま封切られたが客が入らず、公開は2週間の予定を1週間で打ち切られた。アニメーションや合成技術、ストップモーションスローモーションの多様など、岡本らしい当時としては斬新な手法が見られる。岡本も自作の中で好きな作品として挙げており、代表作の一つである。ただし、事故を吐露する長大な終盤場面は、これまで、 決してエンターテインメントの枠をはみ出さなかった岡本監督としては異例であり、小林信彦は作品的価値とは別に観客を戸惑わせて監督の不遇を招いたと指摘している。なお平映は高峰秀子主演、成瀬美希夫監督、女の歴史。1975年3月17日から3月28日にかけて NHK 総合。 銀河テレビ小説枠において同名タイトルで TV ドラマ化された。全従はギャラクシー賞を受賞している。ありがとうございます。